早速です、ね、そんな総集編前編の見どころからお聞きしていきたいんですけども、ちなみにアニメは見たよっていう方はほとんど,ど,ど,ど、ほとんどですね。うんうん、ありがとうございます ではそれを踏まえまして鈴木のさん、はい、前編の見どころちょっとネタバレなしでーお願いしたいです。難しいよ。行けるか？難しいが。<laughs> ネタバレなしですよ。<や>気をつけて。まあ、今ねあのたくさんの方がもうあのアニメシリーズの方はご覧になられてるってことなんですけれども、うん、皆さんこれはもう全くの別と言ってもいいのではないかっていうぐらい、うん、なんかもうまるで新しいものを見たような感覚というか見どころですよね。 まあ本当にすべてが見どころっていうのはもうそれでしかないんですけれどもうん、うん、私が一番「うん、って思ったのは一番最初の始まり方です<ー>やっぱこれはまさかんかもういろいろ想像したんですよどこを編集してどう創集されるのかみたいなのを想像したんですけど、うん、やっぱ始まり方がやっぱこういう感じかなとか思ってたのも全部外れて。うん これはでも本当に劇場総集編だわっていう作り方というかもうまずなのでねもう皆さんこれが今我々が喋ってるのがあったらもう始まりだと思うので。もう まったたきをせずにまばたきをせずに <laughs> 瞬きねね <laughs> したいよ、ね <laughs> まあ、目は乾かないでほしいんですけど <laughs>、あのー、見てもらいたいなっていう,う見どころの一個目,よさんの目,目,目力この日のためにこれを培ってきたのでは <laughs> というぐらい、あのーまあ、そんな感じのもう見どころだらけな。 ところでまあ、音楽面とかあるんですけどそれはね <laughs> 多分ちょっと育美さんあたりが話してくれるのかなぁとも思いつつちょっと私からはまずはもうドア玉からもうグッとつかまれてちょっとタオルとか用意しておいた方がいいかもしれない、うん、ハンカチとかティッシュもねいいかもしれないっていうぐらい本当につかみからなんか自分自身もいろいろこう 何回も聞いたはずのセリフだったり見たはずのシーンだったりするものがもう本当に初めて見たような感覚ですっと胸の中にこう入ってくるような感覚になったのでぜひその初めて劇場総集編を見るのって1回だと思うのでこの1回をぜひかみしめて見ていただきたいなって思います特にね前編2時かーってなりますよね。う かぁってあもちろんね他のみんなもうぅーっと思ってるしきたーんっもあるしねえなんて今きたーんってほとんど超パリッタだったの思ったより高くなっちゃった高まっちゃって高まっちゃってね私何よりもねポチちゃんって感じだし していいいたただきたいですはちなみにじゃあちょっと楽曲の方の見どころも聞いていきましょうか今回オープニング新規映像でそれに合わせて新規楽曲もオープンエンド登場しております、うん、はい長谷川さんまずオープンエンドを歌ってみていかがだったでしょうかいやめちゃくちゃよくって、うん、本当にこれは言わずもがななんですけど、うん、なんか、まあ、オープニングはね皆さん結構あのー、なんだ予告 とかでも聞いてたりあまあ、配信ももうされてますけど「う月並みに輝け」そうですね、はい、月並みに輝けとかも結構私は共感ソングだなと思っていてうん、うん、であの、えー、と配信が開始されるに伴ってその制作陣のコメントが0時にあの X の方に出てたんですけど「うん、月並み」の作詞をされた樋口愛さんのコメントがすごく私は。 素晴らしくんかこう「天才自分が天才だと思ったことはありますか?えー」え自分は天才じゃなかったって思ったことはありますか?」でもそれはなんか夢が現実に変わるときなんじゃないかでそこがスタートラインだと思いますっていうのを、まあ、ちょっとすごく今一期一句は入れてないですけどそういうコメントをされていてめちゃくちゃ <laughs> 顔が青顔山さんに言われてすいい言葉すぎるちっちって。 自分私長谷川ですけど長谷川自身となんかその歌詞を重ねてもなんかその自分が天才じゃなかったってまあ挫折みたいなところを挫折をした時から。 その後ってなんかそこを起点になんかこうあんまり自分に自信が持てないままこう来ている感覚があってでもその樋口さんのコメントを見た時にあそこがスタート地点だったんだってなんかここからこう落ちたイメージだったけどあそこがスタートで今頑張ってこうなんか歩んでいってるんだってなんか思えたらすごくちょっと救われた気がしてすごくあのコメントも樋口さんの言葉めちゃくちゃ借りちゃってますけどなんかそういうふうに聞いてくださった方のなんか。 うん、肯定してあげられるようなというか、うん、背中を押してくれるような、そんな楽曲になってるんじゃないかなっていうふうに思います。オープニング、うん、はい。私、月並みに輝けの歌詞の中にある、うん、変われなくても変わりはいないからっていうのが、すっごい好きで、うん、あるよね、うん。めちゃめちゃなんか救われますよね。そ<う>本当に。そうなんだよね。すごい、あれは、あの歌詞曲もですけど、うん、もう最高にいいので、いっぱい聞き込んでもらいたいなって思いますね。うん、あとね。 映像にも本当にマッチしてますからね本当にそうなんです、危、うん、ねえ、今言いそうになった、<laughs> ここ、言っちゃいけない回です <laughs> これ言っちゃいいけない回ですからね、まだみんなそっち側じゃないのか、<laughs> あのオープニングはもう、絶対に見てほしいですね、エンディングも本当にあの、ね、内容を見て、すべてを回収して、聞くとより一層グッとくる、うんはい、最高のエンディングになってますね。 い,いいですよね「その今僕アンダーグラウンドから」って今、うん、タイトルがもうね「うん、ぼっちちゃん」って感じがしますしそう、あのー、これはでも話してもいいのかエンディングについても配信されてますから落ち、ね、サビの部分がすごくこうギターのみの音になるというか、んうん「今僕アンダーグラウンドから暗くて狭いこの箱の中なら」っていう歌詞があるんですけどあそこがもうあの音によってやっぱぼっちの押し入れの中にいる、うん、1一人でいる時の情景とかもこう浮かんできて 音作りも本当にすごいいろいろ考えて作られてるっていうのがもう改めて感じられましたねはい。そんな長谷川さんはね先日ファーストテイクにもご出演されましたわーありがとうございますおめでとうございますいやいやいや結束バンドさんすごいですよ結束バンド結束バンドさんすげーすごい本当にすごい改めて青山さんご覧になってて本当にちょっとやばよかったで声ちっちゃくるもうなんか泣いたマジでそう。 ちょっとまずいまずいぞまずいあのね本当に良かったんだよね本当に本当に伊織の角度おかしくて泣いてます今私はあのたまたま熊本でね舞台演をさせていただくタイミングでプレミア公開だったからスタッフさんたちと一緒に見たんだけどなんか私の知ってる伊織さんでありつつちゃんと結束バンドのボーカル北伊織をやの長谷川伊織でもあるというかなんていうか。 そこに痺れたしし嬉いなんか緊張感であの「ギターと孤独」と「はい、ギターと孤独」っていう、うん、あの曲は私たちにとっても作品の中でもそういうちょっと緊張感のある曲でもあったじゃないだ、うん、からすごいなんかいろんなものを経てこライブ構成とかもあったけれど、うん、なんかそういうなんかリアルの結束バンドとしての活動とアニメ漫画の結束バンドの活動がこう交差する瞬間みたいなものを見届けられて。 ななんかか生きててよかったな、うん、でもすごい嬉しいやっぱりこうもちろん北ちゃんとしてというか結束バンドのボーカル北行くよとしてあの場に立たせていただいて歌わせていただいているからなんかめちゃめちゃすごい空間だったのよ、うん、もう緊張感半端なくてだからこう声出なくなるかもぐらい息吸えなかったりもしたけどやっぱこのひとりちゃんの歌詞を もう絶対届けたいっていうことをなんかすごくぐるぐるって頭の中でも思いながら最初もね言ってましたからね <うん S 1> 届けます <そう S 1> ってだからすごくそういう気持ちもありながらもうとにかくわあって叫ぶようになんか届けさせてもらったファーストテイクだったなって1回だったからあの歌唱が出たっていうのがすごくありましたね、うん、なんか本当表現者っていう感じ、うんうん嬉しい もったいなくてまだ2回目が見れてない <laughs> さっき岩見さんにも言ってたんですけどでも本当終わった後にもう結束バンドの LINE でみんながいろんなことに <laughs>、うん、コメント言ってくれてさっきもね、はい、泣いたなんかもうファーストテイクだからこそのあの緊張感がこっちにもやっぱ伝わってくるじゃないですか、うん、結束バンドとしてね。<laughs> はい、はい、それのおかかげででなんかこうライブでも もちろん毎回思ってたんですけど、郁美さんはが歌うからこその良さがあるっていうのを思ってたんですけど、ファーストテイクを聞いて改めて郁美さんにしか歌えない曲だなって思いました。嬉しいしギター演奏はもう長谷川郁美大みたいなこと、そですね。みんなでよかった。ありがとう。本当にありがとう。いみんなありがとう。本当に。みんなすごいみんな。ちょっとねよかった。